そこのあんただよ。あんた、相当な修羅場をくぐってきただろう。面構えでわかるよ。一つ、俺の話を聞いてくれないか。俺は口入れ屋。あんたみたいな浪人に仕事を回してる。どうだ、一緒に働いてみる気はないか。今は奉行所から仕事を受けていてな。手に負えないお尋ね者がいるから、そいつを切ってほしいんだと。木刀の稽古と命のやり取りはまた違うもんさ。こういう場所の方が修羅離れしたやつが多いんだよ。よし、じゃあ早速片付けてきてくれ。気をつけろよ、同心を何人も切った手だれだからな。戻ったか。違わないさ、一人だとも言ってないだろう。あの程度に負けるようじゃどの道付き合えないと思ってな。まあそう怒るなよ。悪かった、報酬は色をつけよう。奉行所からもう次の仕事が来てる。やるだろ。何でも切ってほしい同心がいるんだと。まあ身内の恥ってやつなんだろうな。自分たちじゃ表立って動けないから俺たちに仕事が来るわけさ。そいつが何をしたのかまでは教えられんよ。秘密を守るのも仕事でね。頼んだぜ。聞いたところじゃろくでもないやつだそうだ。同心だからって躊躇するなよ。邪魔すんじゃねえ。神に盾つこうとはバカな奴が。ちっ、見られちまった。おい、さあ殺しとけ。
おう、戻ったか。俺の言った通り、ろくでもない奴だっただろ。まあ、死んで当然の奴ってのはいるもんだよな。さて、あんたに仕事を回すのも次で最後だ。ぼちぼち、俺もこの家業からは足を洗おうかと思ってな。最後の仕事は、ここらを騒がす人斬りの退治だ。まあ、あんたほどの腕なら朝飯前だろうよ。面の皮が厚くないとやってられん家業でね。そういうもんだと多めに見てくれ。よろしくな。あんた、いいやつだよな。浪人にしとくのがもったいないぜ。あんたを斬れば真相は全て闇の中。悪く思わないでくれよ。同心を斬ってくれたのには感謝しているが、誰が足を洗うか、あんたに消えてもらうほかないんだ。